ね、でも秋にツアーをやるとか言ってて思いつけた、はい、そうそうそう、やるとかしたそんな感じ。この刺激想像を超えている超強力ビート長崎ロッテラメッカーしばらく。え？同じことだったら。うん。いやそう、この間なんかこんななんか何長めに見たいんですよっていうのが多くてさ。長めにって何よ。長めに見たい。天下の城は優しくて深い。薬用ホワイトグリル。アイス。声。玉が青になってる。ちょっと冒険の味。今ならラブリーエンドともう一個チャレンジタクリブル。こんな楽な気持ちになってる。左側向いてる。え、いくつかあるってこと？一番大きい。こんな感じ。でも女の人で女のことずっちゃって面白いのかな、書いたこと。面白いらしいっすよ。横を見てる。そうそう、それぐらい。で、どうするか。すごいでかいんです。これが入っちゃう。こんな風に。で、あ、これが、これが、そうそう、そういうの。こんなことやってて。やらないから、どうにでもなるよねって感じですか。この後、早稲田の森から生中継。彼と言いたいでしょ。感じる時ある。あ、反対なんでいいのかな。反対も同じやん。こんな感じ、なんか揺らす感じがでいいの。皇太子様とまさこ様が長野県の式典と子供病院の視察へ3年半ぶりに式典に出席したまさこ様と表情は面白いね。そうそう、なんかバカっぽさがいいみたい。バカっぽい、えらいバカっぽいねみたいな。先週末から昨日にかけて行った世論調査によると発足以来最低の数字で初めて不思議な支持を上回った。花輪とかなんて。え？花輪とか言うてる。ああ、花ピアスとか言うてる。そうっすね。安倍内閣の支持率は8ポイント近くも下がり 40.0% と去年の内閣発足以来最低となった。党不支持は 46.4% となり、支持と不支持が初めて。政府与党は夏の最初支持しないという方が 46.5%。